私はただただ眺めているだけだったので、ずっと寂しかったです。ちょっと良くないドロット感が出るんじゃないかっていう風に思ってしまって、フラットにフラットにっていうことを心がけて、木村文乃です。近江役演じさせていただい、近江役演じさせていただきました。よろしくお願いします。 ととにかかかくずっっもどかしかったです、ね、あの私だけがそのボクシングという輪に入れずにいたのであの皆さん撮影の合間すごく体を絞られて多分ストイックをストイック中のストイックで本当にジムに通われてボクシングというものと向き合って いる時間をねあの皆さんで共有できているから撮影外のところの会話も私全く入れずもうなんかあの東出さんのパンチがもう本当にプロ級だってニヤニヤする監督がいらっしゃったり松山さんがちょっとこうあのボクシングのことで疑問がある江本さんにアドバイスしていたりっていうカメ,カメラの回ってないところでも本当に作中のような。 関係でいた皆さんを私はただただ眺めているだけだったので、ずっと寂しかったです。<laughs> あ、じゃリングにも上がってみたかった。リング、いや、ちょっと性癖を汚すようなことはね。<laughs> とてもじゃないけどできないんですけども。もはい。でも頑張りました。<laughs> 松山さんにとって木村さんは初恋の人でなのに。木村さんは東出さんと婚約していて、しかも。 松山さんは東出さんの先輩なのに東出さんよりもとても弱いというあまり私がその2人に対してどうこうっていう気持ちそのあえて描かれてないあの3人の裏側の部分過去の部分を持ち出して2人と接するとあのちょっと良くないドロッド感が出るんじゃないかっていうふうに思ってしまってなのであえて私はフラットにフラットにっていうことを心がけてただ2人といる時間それぞれ の時間を大切に過ごしたという感じでしたね小川って一種なんか独特の感,感性というかあの鈍感なんです非常にですので瓜田の気持ちももちろん知ってるしただまあそれはそれっしょこれはこれっしょっていう思考の持ち主なんじゃないかなと思いながら演じていました木村さんのね振る舞いは罪深いかなっていう感じも <laughs> しそうですねまああのうんまありたからしたらまあちょっとまあ一瞬悲しいとは思うんですけどね、まあ、でもなんかそれもなんかこう笑ってるっていう瓜田って、うん、なんかそういう地下とのシーンで本当に思うのはやっぱり強さと弱さっていうのはごちゃ混ぜにあるもんなんだなっていうふうに感じますね。うん どっちか一方っていうことではなくてだ<ー>からこの作品は本当にそういうところがどっちにも見えるっていうところがものすごくたくさんあってすすごく好きなんですよね見てる人によって全然違ってくるっていうか。